箱でって打突がね軽くなりがちなんですが、それをいかに強く見せるか、実際に強く打つかというところが大事になってきます。いろんな技につながってくるし、これで一本にすることもできるので、技のバリエーションってかなり広がってくると僕は思っています。こんにちは、梶原です。今回なんですけれども、下から固定打ちについて解説していきたいと思います。多くの方はね、上から固定打ちは打てると思うんですが、下から固定打ちになった瞬間軽くなってしまったりとか、突っかかってしまったりとか、なかなか一本決まらないって方がいらっしゃると思うので、そのあたりですね、どうやったらうまく打てるのか、一本にすることができるのか解説していきたいと思いますので、最後まで見てみてください。解説に入る前に実際の打突シーンどうぞ。ということで、今見ていただいた通り、下から固定って下から打つ、相手の竹刀の下から打つ固定打ちになりますので、打突がねどうしても軽くなりがちなんですが、それをいかに強く見せるか、実際に強く打つかというところが大事になってきます。まず攻め方のところから入っていくんですけども、打つ前の攻め方なんですけれども、僕はですね、相手のつば元ぐらいですね、つば元、この下のあたりを狙っていくようにしています。全日本選手権でも活躍されて優勝された西村選手なんかもそうなんですけれども、下から固定の時に下に行き過ぎないんですよ。もう本当にこのつば元ぐらいで竹刀がピタッと止まって、そこからそのまま打突しに行くっていうような形になるので、そうすることで最短ルートを通ることができます。でこの時に意識が下に行こう下に行こうってしてしまうと大きくなってしまう。なので下に行く時に手で下に下げるのではなくて、足でちょっと体重重心を落としながら手でも若干下に下げてあげる、こういった感じですね。右足の膝で下がりながら右手でもつば元に持っていく。でこの時に右手で下げようとしすぎると下がりすぎちゃうので、下げながら手で少しだけこんな形です。で打突していくというような攻め方になります。これが入り方なんですけれども、今度打ち方なんですけれども、打ち方は今の攻めをした後にあまり手を出しすぎないということを意識してます。なぜなら出しすぎてしまうと打突が軽くなってしまうんですよ。これいつも言ってるんですけど、重心の使い方で体から竹刀が離れれば離れるほど力って入りづらくなるんですよね。これが体重が近くにあって、手も近くにあって、このまま下ろせばしっかりと強い打突をすることができます。なぜなら体重が乗るからですね、剣先に体重が乗るから。だから下から固定も手を伸ばしすぎると打突が軽くなって一本になりにくいっていうことにつながってしまうんですよ。なのでできるだけ下から攻めた後っていうのは手を伸ばしすぎず、あまり出しすぎないようにちょっと出すようなイメージ、ちょっと出して体重を剣先に乗せて打つっていうことを意識してみてください。下を攻めて体重をしっかり乗せて打つ、じゃないと振り幅が小さい上に手を伸ばしてしまうと軽く見えてしまうっていうことにつながってしまいます。次ですね、攻め方、打ち方をマスターした後は体重移動、重心移動というところを意識してみてください。これはね、面技だったりとか他の技も全部そうなんですけれども、これが浮きながら技を出してしまうと強く打てません。具体的な練習方法としては、体重が落ちる瞬間に打ってほしいので、ジャンプして落ちる瞬間に力を入れる、落ちる瞬間に力を入れる、こういったイメージの練習をしてみてください。こんな感じでジャンプして落ちる瞬間に力を入れる、落ちる瞬間に力を入れる、こういったイメージ。そしてそれができるようになったら、次はですね、少しだけ振り幅を作ってあげる。できるだけ振らない意識が大事なので、振らずに手はあまり伸ばしすぎずにジャンプして落ちる瞬間に打つ、これは強く打ってください。ジャンプして落ちる瞬間に打つ、この練習、このタイミングがしっかりと合ってきたら、今度は入りの練習をしながらですね、入ってこっから
落ちながら打突をする、体重が落ちながら打突する、落ちて、ここで難しいポイントとしては、攻めの時に若干重心を下げるでしょ、下げるから前に飛ぼうとしたら絶対に浮いちゃうんですよ。これだとバレちゃうし遅くなってしまうので、下げてもう一度下げるようなイメージですね。重心を下げてもう一度下げるようなイメージ、そうすることでさっきの落ちる瞬間に打つっていうことができるので、この落ちる瞬間に力を入れる、ここだけ忘れないようにしてください。そうすることで打突がかなり強くなります。ちょっと見てみてください。強く見えませんか？竹刀がこうグンって体重が乗ってグンと曲がってるような、しなってるように見て取れるかなと思います。で、この時に大事なのが、この中締めとか物打ちで捉えない方がキレが出てきます。できるだけ剣先でしっかり固定の打突部位を捉えた方が強く打ってます。物打ちになってしまうと、竹刀がしならなくて綺麗に繋がってこないので、ちょっと剣先でコテを切り落とすようなイメージで私は打突しております。次に打った後の体の寄せ方について解説していきます。いつも固定打ちの時、体のさばき方2種類ありますよって伝えてるんですよね。それが打った後に体をさばいてから戻るという方法と、打ってからもう一回足を前に出してくっつける方法で、僕が下から固定を打つ時はできれば打った後にもう一回前に出るような打ち方の方がいいかなと思います。その理由としては、どうしてもさばいてから戻るっていう方法は軽く見えてしまうんですよね。避けながら打ってるように見えてしまうので、僕はもう一回足を出せれば一番理想的かなと思います。いやそしたら体も前に来るので、体が残らずに打てるっていう利点もありますし、ただ注意点としては後打ちが危ないので、そこだけ注意しないといけないんですけれども、やっぱりどうしても軽く見えてしまう、下からこれで軽く見えてしまうので、その分をどうやってカバーしていくかっていうのがすごく大事です。で、カバーするためには体の寄せで、打った後のこのキレ、それから踏み込みの音、これが大きくないと軽く見えてしまいます。じゃあちょっと踏み込みねせずに打ってみますけど、軽く見えませんか？なので踏み込みって結構ものすごく大事なんですよね。で、今の打った後のさばきはいつもと同じこうさばきながら打つような打ち方だったんですけど、これを打った後2回踏み込む形でやってみます。どうでしょう、こっちの方が若干強く見えませんかね。もう少し踏み込み強くしてみます。どうでしょう、まあ多分見え方だいぶ違ってくるんじゃないかなと思うんですけれども、こんな形でさ、攻めて打つ打ち方、体重が乗ってるか、踏み込み、それから寄せの部分でしっかりと打突しているよっていうことが伝わらないと、軽く見えてしまうと一歩になりづらいので、そこだけ注意点かなと思います。で、今のこの攻め方と打ち方とキレだったり踏み込み方、打った後の寄せ方、このあたりができるようになると、やっぱりですね、試合の組み立てが一気に楽になります。なぜなら、僕はこの下から固定っていうのはもちろん一本にはする気で打つ場合もありますし、ボクシングでいうちょっとジャブのような形で使うこともあるんですよ。やっぱり強い打突で一本になりそうな技を打たれると、相手手元警戒するんですよね。いやーってやりながら、一本に決めるよりも捨て身でいくっていうよりも、ちょっと8割ぐらいの力で打つんですけど、こんな感じでちょっと8割ぐらいの力で出ごてのような感じ、相手が出てくる瞬間を狙うような感じですると、相手嫌がるんですよ。この攻めに対して嫌がってきます。コテを隠すような感じ、コテを隠してさばいたりとかしてくるので、そういった時に攻めて上の技っていうような感じでバリエーションも広がってきますし、仮に警戒されていても、例えば元立ちに今から下からコテ避けてもらいます。同じちょっと差し込む、相手が避ける前に差し込んで、で、小手を打った後に下から抜くようなイメージにすることで、避けてても当たってるように見せることができる。で、それをさらにしていくと、小手から面打ちみたいな感じで相手を警戒させて、いつかせておいてしっかり決めるっていうことにもつながってきますので、この下から小手を覚えることによって技のバリエーションってかなり広がってくると僕は思っています。で、先ほども言ったように、この速い下から小手があると、相手が面に来た時とかもちょうど出ごてのような打ち方をすることもできるので、本当にね、多種多様というか、これを覚えるだけでいろんな技につながってくるし、これで一本にすることもできるので、ぜひ練習してみていただきたいなと思います。
いかがだったでしょうか。下から小手の打ち方、攻め方だったり、打ち方、手を伸ばさずに、ね、打ったりとか、重心移動の仕方、それから打った後のさばき、踏み込みが大事だよとか、剣先で打ってくださいねとか、そういったところもお伝えさせていただきました。できるだけ手打ちにならずに体がしっかりとついてくるような形にすることで、上から小手と同様のね、力で打つことができるので、ちょっと細かい難しいポイントとしてはやっぱ重心移動。これができないとどうしても軽くなってしまう。デコ手だったら決まるかもしれないけど、自分から作っていく技はなかなか決まりづらくなってくるので、これだけしっかり練習していただければいいんじゃないかなと思います。で、どうしても下から打つので、打った後の応じ技ね、ここだけしっかり十分注意していただくと、タイミングだったりとか、打った後の寄せの速さね、ここをスピードアップさせて習得してみてください。ということで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。練習頑張ってください。